佐野さんは発言してください。何が面白いのかって、テレビの真似することが面白いのかな彼らは。だから旅とかさ、富士山登るとかさ、チャリンコ漕ぐとかさ、そういうのはテレビでやってることだから、そういうのはね、そういうのもういいんだよ、お腹いっぱいだからと俺は思ってる。トイレ行ってくるわ。トイレ行ってきます。ああ腹が痛い。下痢だな、下痢。下痢から帰ってきました。佐野さんはふかしませんでした。部屋いつも綺麗ですが掃除して。あのさ、うちの部屋は誰も掃除してくれないから俺がやってるって。なんで佐野さんって敵を作るの。敵なんかいないよ俺は。誰もいない。逆恨みも別にないと思うよ。みんな本当は俺のことが好きなんだ。好きなんだけど、俺がカットしたから逆ギレしてるだけ。俺の方からもう付き合うことはないですよってスタイルになってるから。かまってもらいたいんだよ、みんな。このおいちゃんに仲良くしてもらいたいのにカットされてるから、だから怒ってんじゃないの。俺はもう付き合う気ないから、俺は一人でいいんだよ。俺を通らずして配信者になったやつは基本的にいないと思ってるから。なんで歯を直さないんですか。歯がなくても物が食えるから。以上です。うなは誰の配信を見るの。エロい女子の配信は見ます。俺さ、この PC のこっちに出力してこれで見てんだから。しかも配信の音は BOSE のスピーカーで聞いてるから。見て見て、くぅサラウンドで言ってるから。ああ、ゲルゲさんのスピーカーをパクったんですよね。そう、これもともとゲルゲが持ってたスピーカーだから。ゲルゲのこと忘れられない。もうとっくに忘れてます。全く興味ない。はい、ちょっと待って、俺これ言っていいのかな。ちょっと最近彼女できちゃってさ、名前言わないけどね、やっとできたよ。マジでやばい。できたよ。ありがとうございます。まあその人とまあ仲良くしてね。あ、いや向こうから行ってきた。いいよ。私はうなちゃん大好き。いいよ。だってチロルなんか俺になんか全然アプローチしてこねえ。出遅れはダメよ、マジで。先取りだから、うなちゃんのことは。だって俺今までフリーだったんだ。結構モテるんだな。配信者はモテるよ、正直言ったら。女に不自由はしない。ただ俺なんかはもうこの年だから、ゲーム終了。多分佐野さんの妄想です。